森林戦は、熱帯雨林など植物が高密度に生い茂った森林地域における作戦、戦闘を言う。熱帯雨林における森林戦をジャングル戦と呼ぶ場合もある。森林戦は、植物によって視界が確保できないため、大規模な海戦は行えず、遭遇戦を繰り返しながらの戦闘になる。また、復撃や罠を仕掛けるのに適しているため、ゲリラ戦を行う。 作戦戦闘としても歴史上しばしば利用されてきた。機関銃を構えるフィンランド兵1939年11月30日から開始された冬戦争は森林戦と陶器戦の要素が絡んだため気温、地形、天候などあらゆる面でソビエト連邦の作戦行動を阻害した。地形は森林での移動や戦闘時の軌道に大きく影響する。 多くの植物群が自生する地域を体系を組んで移動しようとすると体系が乱れたり奇襲攻撃にあった際に速やかな指揮が取れなくなる。また多くの植物によって偽装を施しやすく復撃に適した環境が多くある。特にソビエトは鈍重な車両を投入したため道路を使用せざるを得なかった。そのため森林船に理解のあったフィンランドによって 容易に待ち伏せされた。射撃をする際においても、多くの樹木の幹や葉が障害物となり、弾道が不安定になったり、敵を見失うことになる可能性があり、攻撃しにくいため森林地域で復撃を受けた場合の反撃は非常に困難である。実際、ソビエトは、強撃に似た包囲戦術に翻弄され、多大な被害を出した。第一次世界大戦では、 アルデンヌの森林で大規模な戦闘はなかったが、ナチスドイツは、フランス侵攻アルデンヌ構成の二度にわたり、アルデンヌの森林を利用した作戦を計画した。これらは、奇襲効果と戦車をはじめとする、キャタピラ車両の発達によるもので、森林地帯でありながら走行車両を突破させることが、できた。そのうちの1944年12月16日に、 開始されたアルデンヌ構成では、ウーファリーズやバス島にといった街と周辺の森林で攻防戦が行われたが、補給を維持できなかったドイツ軍が配送した。パトロールするアメリカ兵整備された道路のない森林地域は、戦車や装甲車などの車両の侵入を拒み、迫撃砲や航空機による支援攻撃の精度を落とす地形であり、近代的な兵器がうまく機能せず、不評が、 主力の戦闘となることが多い。この場合、正規の軍隊にとってはありがたくないものであるが、ゲリラにとってはいくつかの点で優位に立つ。森林地域、特に熱帯雨林における気候は兵士たちの士気を大きくそぎ、健康を害する。ベトナム戦争では、作戦地域の環境に慣れていない兵士たちにとって、作戦地域の気候による熱帯雨林特有の病気、 害虫やぬかるんだ地面の移動、高温多湿による熱中症など様々な障害は強いストレッサーとなった。強度の戦闘ストレスによって戦闘ストレス反応の原因となる危険性があり、四季や団結の低下、規律の弱化などになり得る。ありがとうございます。